この番組は月に1回の更新でまるちゃんまみさんのハッピーコンビでお届けいたします。はい、では今回の番組内容です。まずはルートガイドリポート、吉野まみ、Tサイトへ行ってまいりました。 Tサイトと言いますと、はい、そうですね、新しくできました、はい、ショッピングセンターなんですけれども、そして、丸山さんの方はですね、はい、4月5月でいろいろとお出向きになったお話をしてくださるということです。そうですね、お話聞いてください、はいはい、そしてはるちゃんのジャパニーズスタイルです、はい、今回はですね、ネズミのことわざとか、はい、言葉を探してきました。猫の天敵ですね、はい、そうですね、はい、そして30分間お付き合いくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。皆様からの口コミもお待ちしております。宛先はこちらです。 info-m@tb171.net info-m@tb171.net までお寄せください。お待ちしております。はい、まずこのコーナーからスタートしてまいりましょう、はい、ラジオいないちルートガイドリポート、枚方の D サイトへ行ってまいりました、はい、さてさて、5月の16日にオープンしまして、まだまだたくさんの方がですね、あふれかえっていることだと思いますが、はい、私は、この週の土曜日にいち早く行ってまいりました。じゃあもうオープンしてすぐですね。そうですね、はい、やっぱりね、駅からもう T サイトへ向かう方の列がですね、ずっとつながっていまして、まあ枚方以前ね、ここ最近で行きまして1年分ぐらい前行ったんですけれども、はい、その伺った時にはそんなこうルートは人の流れっていうのはほとんどなかったんですが、そうですね、まあ、まだ田舎ですもんね、はい、はい、ですが、はい、以前ですね、近鉄百貨店があった場所に、この T サイト建てられまして、なんとなんと東京でも人気の蔦屋さんがやっておられる、まあ、集合の、ビル、テナントが入っているというようなショップになっています。そういうことは本が多いのかな。はい、はい、もう各階いろんなテーマに分かれていまして、はい、まあ、2階はですね、エンターテインメント、3階はブックカフェ、そして1階は食マルシェとかいうふうにいろいろなコンセプトですね、各階ですね、本を絡めながらの、まあ、ショッピングが可能ということです。今までにない形ですよね。そうですね、はい、4階へ行きますと暮らしと美容、5階は子どもと学び、うん、そして、8階はレストランというふうに分かれています、はい、でこの抜けているところはですね、6階7階は銀行さんが入っていまして、ゆったりと銀行の方とお話しすることもできますし、ちゃんと人がいてはる銀行ですね。そうですね、ATM だけじゃなくて。そうなんです、はい、ATM ももちろんありまして、はい、まあ、本を買うときに、最近はカードを使わない方も意外と増えてきていますので、はい、リアルで、まあ、キャッシュを下ろしてですね、買い物される方もいらっしゃると思います。ゆったりとこの銀行のコーナーもですね、はい、フロア全体が、三菱東京 UFJ銀行、そしてりそな銀行と6階7階とにありますので、銀行が分かれてのフロアになっていまして、ね、まあ、ゆっくりと、まあ、資産形成であったりとかね、たくさん相談もできそうですね。余裕のありのある丸山家なんかはですね、はい、ゆっくりとご相談なさったらいかがかと思います。そしてそれ以外の会はですね、蔦屋さんが監修していますので、いろいろなカテゴリーで本を絡めながら各会、そしてカフェも併設されながら、とっても楽しむことができます。じゃあ本好きな方一日いてれそうですね。もうだって、はい、コンセプトがね、1回だったら食ということですので、はい、食にまつわる本もいろいろありました。もうね、1箇所だけでとどまるだけでなく、もうそれを見てそこだけでもたくさんのボリュームのアイテムの本があって、でまたちょっと路線を変えますと、あ、これも見たいな、これも見たいなということで、じゃあ私たちの大好きなペット関係もあるんですか。はい、あ、そうですね、はい、そちらもあります。ペット関係のところはですね、はい、グッズも一緒に売ってまして、はい、猫ちゃんのグッズと猫ちゃんの本が一緒に並んでいたりとか、うまいですよね。うまいですね。ね、今年猫ブームということなんで、はい、そういうところも人気なんでしょうね。そうですね、もういずれかね、はい、買って帰ろうかと思ったんですけれども、まあ、せっかちなうちの家族がですね、サク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 と売り場を全部とりあえず歩くと。やっぱり女性同士で行かないと、ゆっくりは見れないかもしれないですね。はい、ですね、女性同士だったら帰ってこれないぐらいの、はい、ボリュームが飽きないですね、はい、たくさんあります、はい、そしてレストランもですね、農場の黙々ファームってね、はい、カフェ行きましたよね。そうです
ですね、滋賀県で行きました、はいはい、あのカフェテリア形式の、はい、そういったレストランもあったりとかですので、子供さんがいてもいいし、カップルでもいいし、 そしてあの先輩のご夫婦の皆さんだったら、ね、ゆったりとしてあのカフェでお茶を飲みながら本をご覧になりながら、趣味のコーナーの本のところとか行けば、はい、もうどんな方と一緒でも、はい、楽しい話題が、ね、はい、尽きないですよね、カメラの、ね、はい、専門のところ、お修理の場所もあったりとかね、すごいな早速行ってみたいですけど。そうですね、オープンして初めての土曜日に行かれたから、はい、やっぱりすごく人が多かったですよね、はい、たくさんの方がいらっしゃっていました、はい、子どもたちもね、あのいろいろなところでね、たくさんの子どもたちも見かけましたので、こういうことで本を好きになって読む習慣がつけばいいなと思いました。いいですよね、もう大人もみんな、はい、今ね活字離れしてますからね、はい、本をもう一度見直せる、はい、機会かもしれないですね。そして海外のことの本が置いているところには、なんと旅行のティートラベルというコーナーもあったりとか、いいですね、はい、はい、まあ、食べること生活することだけでなく、日常からちょっと離れた旅行もあのプロデュースすることができたりします。いいですね、そして、はい、まあ、私たち女性にとってはやっぱり暮らしと美容、うん、なるほど、うん、いいですね、はい、はい、ここにはね、あの化粧品のコーナーがあったりとか、そして美容院もあったりするのかな、病院はないのかな、美容室は あります、ありました、はい、はい、ビューティーサロンもありますの で、そしてコスメを売っているところもありますし、また5階に行きますと子どもたちの学びを支援するような、英会話の学校があったりとか、実際にそこに学校があるわけですか。あります、はい、本だけじゃなくて、はい、そうです。でそして赤ちゃんとか子ども向けの、素敵なあのお洋服を売ってるところがあったりとか、じゃあもう本当に老若男女、そうなんです、全員が楽しめるところですね、はいはい、でそしてオープンしたてだったから、あの行列が長かったんですけれども、8階はレストラン、イタリアンカフェであったり、中華の、まあ、ヤムチャが食べれるところだったり、そしてあのお豆腐中心のお店もあったりと、はい、もう本当にいろいろな、コンセプトで作られているお店です。ここに美味しそうなパンケーキがあります、はい、あ、そうなんです。こちらはですね、1階の、はい、まあ、あの書店の、コーナーと併設してありますグラムっていうパンケーキの、はい、このパンケーキのグラムっていうお店はですね、今人気ですよね。そうなんです、ね、もうあちらこちらで人気で、はい、第2次パンケーキブームの分厚くってふわふわのパンケーキを、うん、あのもうあのメインにしておられまして、いいですね、でもたくさんの方が並んでいらっしゃいまして、私はこのフレンチトーストがちょっと魅力的な、そうですね、感じですけど、アイスクリームとフレンチトースト、はい、いいですね、はい、そしてワインショップとレストランっていうところもあったり、はい、フラワーショップ、お花のコーナーもとっても素敵でした。本当に何でもあるんですね、はい、もちろんスターバックスも入っていますし、またあの和のコーナーのカフェもありました。抹茶を利用したもののスイーツもありまして、ね、こちらはちょっとね、はい、ググッと来たんですが、やはりあの家族と一緒だったのでサクサクっと通り過ぎまして家族と言いました、旦那様でございますね。そして、はい、あのベーカリーもありました、はい、うん、あのパンのいい匂いがするなと思ったら、もうね、やっぱりね、あの本を見ててもやっぱりお腹は空きますので、いろいろなコーナーで食べるところはですね、混み合っていました。まあもうしばらくしますと少し落ち着くかなと思いますが、あの後から混んでる時はやめておいて、ちょっと後から行こうかなっていう方がまたどんどん増えてくるかもしれませんね。かもしれないですね、はい、あのこれから暑くなりましたら冷房も効いてるでしょうから、はい、秘書に行かれたりするんじゃないですか、はい、ね、涼しいところで本を読んだり、うん、そうです ね、まあ、あの枚方に住んでいるお友達がいらっしゃるんですけれども、はい、あの今まではこのビルができる前までは少し遅くなったらもうやっぱりね、明かりがなく少なくって寂しいなと思ってた、そんなに賑やかな場所じゃないで、ね、はいはい、でこちらね25時まで営業しています。1時明け方の1時、そうなんですね、はい、はい、ですので、あのお店も不定休となっています。朝の7時から25時まで空いているということで、朝から利用できますし、夜遅めの方は夜遅めに、ちょっと明日は休みだから、今日は寄って行ってゆっくり本選ぼうかなっていう方に向いてますよね。駅近いから帰りにも寄れるし、はいはい、そうなんです、お勤め帰りにも、ね、はい、寄れるし、はい、いいですね、でそしてこれからなんですけれども、はい、地下1階にフードマーケットができる予定で、だいたい7月頃かなということを伺ってまいりました。工事中ですか。そうなんです、はい、でこちらができますと、はい、あの食べるところもあるし、もちろん買って帰ることもできますし、好きな本を選んで、それ で、食事の用意も買って、なんか楽しめながら、すごいですね、はい、でそこはあの本は買うところなんですね、あの漫画喫茶のようにそこで読める、あ、その読みながら、はい、カフェでももちろん
あるんですか、そういうところも、はい、読めるんです。なるほど、はい、ですので、いいですね、あのそこで本を見て、はい、あのお料理のコーナーもいっぱいいろんな種類がありますので、うん、そこで見て下であの材料を買って帰るということも、いいですね、いいですよね、そこで見てレストランで食べていく、はい、イメージだけ そっちの方がいいかな、はい、イメージを広げながらですね利用することができる新しい素敵な場所ができましたね。はい、そうですね、もう駅から、京阪の枚方駅からすぐのところにありますし、まだあのしばらくはもう今年いっぱいぐらいはもうね T サイトへ行く道すがらがもう人がいっぱいですので迷われることはないと思います。高槻からでしたら京阪で、はい、あの京阪バスがね、はい、出ていますので、はい、バス1本で行けますのでね、大体20分ぐらいで、はい、あの間隔もあのもう常時そうですね、はい、京阪バスの方がちょっと市バスよりあの高槻の市バスより高かったかな。そうです、距離によりますので、はいはい、あの料金的には少しあのかかるかもしれませんが、車でも、まあ、いらっしゃることができると思います。まあ、できたら公共交通、はいはいはい、公共交通を利用していただきたいと思っております。まあ、あの各回ですね、はい、本当にコンセプトもありますし、またあの丸山さんが言っていただいた銀行のコーナーがですね、はい、ATM のコーナーだけのコーナーが4カ所もあります。あ、なるほど。だから何回この頃でもね、はい、人のいらっしゃる銀行が少ないので、はい、あの本当に寂しいんですけれど、はい、そうですね、はい、5階6階あごめんなさい6階は、三菱東京 UFJ 銀行、はい、そして7階はりそな銀行と各階分かれていまして、ゆったりと、まあ、資産についてお話になる場合、まあ、あのご利用の銀行が決まっていらっしゃる場合はそちらに行って、決まってない場合はどちらもお話、ね、ゆっくり聞けると思います。はい、あのビル自体がですね、あの本当にこうロケーションがよくって、あ、そうですね、はい、私はいいと思いますね、はい、でデッキが出れるんです。あ、で、はい、窓があの大きな窓がありまして、はい、デッキに出て、そして緑をあの植わっていますので、はい、あの枚方からそして淀川を望む方向へと見ることができます。なるほどね、はい、まあ、一度あの行ってみられて、あのでそれからあの本をゆっくり見に行く人分けていただいて、ね、最初はまあリサーチしに行くのもいいんじゃないかなと思います。いいですね、はい、ぜひあの、はい、高校時代枚方の方で過ごしましたので、そうですか、はい、あの懐かしい思いがいっぱいなのでぜひ行きたいと思います。じゃあのね、同級生の方、ね、そうですね、はい、ガールズトークに花を、そうですね、はい、咲かしていただきたいと思います、はい、ぜひ皆さんもあの枚方の T サイト行ってみられてはいかがでしょうか。そして、はい、そしてこのコーナーはですね、はい、まるちゃんの、まあね、春休みといいますか、春の、そうですね、はい、先月の収録の日からですね、はい、今日まで、はい、あのちょっといろんなところに出かけるチャンスがありまして、はい、もう私にしたらですね、はい、もう60を超えましたので今行っとかないとっていう気持ちがありまして、はい、ちょっと強行でしたけど、はい、いろんなところを訪ねてきました、はい、まずは、まずはですね、4月ですね、そうですね、はい、4月の23日に伏見稲荷の頂上まで登ってきました。あ、伏見稲荷って私行ったことないんですよ。あの千本の鳥居があるということで、はい、とっても綺麗な種の、そうです、朱色の、ね、鳥居がずっと並んでて、はい、あれを数える人が多いんですけど、はい、あの途中で諦める人も多いらしいんです。あ、そうなんです、数えてきました。1000本以上、私も途中でね、もうやっぱりちょっとしんどくなるんですよね、はい、上がるのが大変で、はい、それでちょっと数えられなかったですけど1000本は必ずあります、はい、ものすごく可愛い小さい鳥居もあるんですよね、はい、で皆さん あのご寄付された方のお名前が、はい、上りの時は全然見えない状態なんですよ、はい、帰りの時に全部見えるというお名前が裏側の方に彫ってあるんですね。入り口からその実際にね、はい、あの狐さんがいらっしゃるところまでは何分ぐらいかかるんですか。そうですね、あの朝早く行きまして、はい、頂上でお昼を食べましたから、やっぱ3時間ぐらいかけて行ったのかな、はい、2時間から3時間ですね、はい、ゆっくりねお友達と喋りながら行きましたので、はい、私も頂上まで登ったのは初めてだったんですけれど、あの足大丈夫かなと思ったんですが、最近筋トレしてましたので、あの次の日もあんまり痛まなくて済みました、はい、皆さんあの歩き慣れない方はやっぱり次の日すごく痛かったっておっしゃってましたので、ちょっとトレーニングしてから行かれた方がいいかもしれないですね、はい、帰りはあの京阪電車の、はい、伏見も稲荷の駅からですね、中所、ね、島まで行きまして、はい、酒蔵木桜さんの酒蔵を見せていただいて、はい、あの有名な寺田屋の中のお庭も見せていただきまして、はい、あの木桜の本物も見てきました。あ、
そうなんですか、はい、本当に黄色い桜も見てきて、で30石船にも乗ってきました。淀川すごくそうです、30石船に乗ってきました、はいはい、でとてもあの水はあんまり綺麗じゃなかったんですけど、周りの景色がとても綺麗でした。あ、淀川を、そうです、あの石川ですね、はいはい、それでですね、その次は、はい、15、16と、はい、富士山の方に芝桜を、今度は関東ですね。そうです、富士山が見えるところに芝桜祭りといって、はい、芝桜が一面にあるところがあるんですね、はい、本栖湖と河口湖の間ぐらいですね、はい、富士五湖のとこですね。そうです、そうです、はい、そのうちの河口湖にいらっしゃった。でも写真で見ててとても楽しみにしてたんです、はい、もう真正面に富士山が見えて芝桜がいっぱいピンクとか白が見えてって思ってたんですけど、はい、残念ながらゴールデンウィークを外しまして、はい、15、16に行きましたので、はい、ちょっと見ごろが過ぎてまして、はい、芝桜さん、はい、私と同じぐらいの年代の芝桜さんを見てきましたまだ綺麗なところもあるという感じですね。そうなんです。であの曇り空だったので残念ながら富士山は頂上の方がちょっと見えたぐらいで あまりお会いできなかったんですけど、山梨側から見た富士山というのは貴重ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。ちょっとゴツゴツした感じの頂上が見えてましたね。あ、そうですか。あの今まで見たことのないちょっと平らなところがあったりして、はい、今までの富士山で尖ってる感じがしたんですけれど、はいはい、あのちょっと違う表情が見え隠れしてました、まあ、近いんですよね、その平地から見てますので。そうです、場所も近いですし、あのそこから山の方へですね、うん、入っていったあの山梨の方から見ますとすごくまた全く裏側の、そうです、はい、川口湖の方から見たら、はい、とても女らしい富士山が見えるそうです、はい、その日は見えなかったんですけれどね、まあ、関西人同士ですのでね、ここはお許しいただきたいんですがあの静岡の、まあ、新幹線から見た方を表富士というふうに静岡の方おっしゃるんですけど、いやいやいや、山梨の方もあれが表富士とおっしゃってますからね。こちらは裏ではないというようなお話なんですが、はい、一般的には山梨の方から見た時はあの裏の方からというようなことをおっしゃる方も多いそうなんですが、私たちはどちらでもないと。ないです ね、どちらもいろんな表情の富士山が見れてよかったですね、はいはい、どちらも表かなと思っておりますそれちょっと15、はい、16の前にですね、はい、9日に京都の方行きまして、はい、京都の、お昼2時頃から始まりました、はい、日本酒ドロップキックというお祭りに行ってまいりました、はい、毎年これ何回目なんですか。7回目かなって言ってありましたね、はいはい、あの背中に大きくセブンって書いた T シャツ、お揃いの T シャツを、ね、写ってますね、はい、写真がね。そうですか、はい、お揃いの T シャツを着て、これあのちょっと嫁ちゃんと一緒に飲み回ったんですけれど、はい、あのぐい飲みはですね、はい、一杯 100cc ぐらい入るんです、後で測りますと、はい、でそこへ各あの参加されている、はい、あの日本酒のお店のところへ行って、はい、あのいろんな酒蔵の お酒をいただくんですけれど、はい、ワンコインで、はい、あのそこのお店の、はい、自慢のあの当てですね、はい、酒の魚、はい、それとお魚、あのお酒をいただけるということで、 100cc と食べ物が一つついて、ワンコインです500円ということですね、はい、です。それで、はい、あの今ちょっとあのポスターが見えたんですけれども、はい、参加されてるお店があの17軒ぐらいあるんですかね、はい、それでその中の10軒ぐらい回ってきました。10軒回るということは1リットル飲んじゃったんですよ。1リットル飲んじゃいましたね。1リットルすごいです、ね、でもすごくね、同じ色の T シャツを着てる方が並んでいると、はい、すごく仲間意識が湧きまして、はい、京都の街がとてもなんか皆さんお友達っていう感じで、大体何人ぐらい参加されてるんでしょうかね。何でしょうね、あのまたあのホームページというか、はい、フェイスブックにも載せておられますので、はい、見ていただけたらと思います。日本酒ドロップキックですね。そうです、京都日本酒ドロップキックということで、はい、うちの息子があのちょっとね、はい、あのお世話 させていただいてるあのうちの一人なんですけれども、はい、何店舗ぐらい参加されてたんですか。今回は17店舗ぐらいだったと思いますね、はい、そうですか、はい、どこへ行ってもじゃあのたくさんの人がにぎわってたわけですね。そうですね、はい、三条あたり、それから柳の番場の通りとか、はい、六角のところとかですね、はい、ちょっと離れたところにもあのお店があったりして、はい、全部地図がついてましてね、あのパンフレットの裏に、まさか自分で後で10軒回ったなんて思っていませんでしたけれど、やっぱり日本酒ですから和食のお店が多い感じですか。そうです、もちろんそうですけど、でもカレーのお店があったり、はい、それからのステーキのお店があったり、いろんなお店がありました。そうですか、はい、あのまた詳しくね、はい、あのホームページとか、はい、それからあのフェイスブックでご覧になっていただいたらと思います。毎年5月の第2日曜日にやっていますので、母の日なんですね。そうなんです、母の日とあの被りますが、はい、その時にあのおごっていただけるのが母の日のプレゼントという形で。 T シャツはいくらぐらいするんでしょうか。 T シャツはね2000
円ぐらいでしたかね。はい、2000円だったと思います。今回人に出していただいたんでちょっと覚えてません。参加費用の2000円ぐらいの T シャツを、はい、まずゲットして、はい、それから、はい、ワンコインで回ることができるということですよね。今年はその中から一部、はい、熊本の方の地震のね、避難さ、あの寄付をなさったんですね。被害を受けた方へのご寄付にも回っているそうです、はい、そうですか、はいはい、今日本酒をたくさん飲める人は羨ましいですね。もうそれは全く難しいの で、ね、はい、もうでましてや歩きますからね、はい、飲んだ後よく回るんです。あ、そうですか、はい、皆さんもお気をつけください。日本酒はちょっと足が取られますのでよろしくお願いします。美味しいのは空腹時っておっしゃる方が多いですけど、できたらその、ね、参加される前に、なんか お昼にランチでもちょっとお腹に入れておかれて、そうですね、はい、でかれるわけですね。お水をしっかり飲んでください、ね、お水と一緒に、お酒ではちょっと水分補給になりませんのでお水をしっかり飲みながらチェイサーをいただいて、はいはい、よろしくお願いします、はい、ちょっと遊びすぎた私 の最近の様子でした。お聞きくださいましてありがとうございます。以上ルートガイドリポートでした、はいはい、では続いてまるちゃんのジャパニーズスタイルです。はい、今回はですね、はい、今年の1月から今年の猿年をはじめとしてですね、はい、ずっと干支を追ってきまして、まあ、一月ずつ1月は猿、そう、ね、そう、2月は猿から始まりまして、ね、牛トラを立ち上げまして猿、鳥犬、犬、イノシシ、イ、そして5月ネズミです。ね、ですね。はい、はい、えとの十二支から言えば最初に戻ってきた感じなんですけれども、ね、そうですね。ネズミさんから始まってますね。はい、あれ本当はネズミさん自力で来たんじゃないですよね。牛さんの上でしたっけ？牛なんですけれども、あ、そう、はい、牛の尻尾にくっついてきて一等賞って言ったっていう話があります。それがうちの旦那でございましてネズミでございます。今回ネズミでございます。あ、そうなんですか。はい。じゃあ一回りかな二回りか違うんですねきっと。一ですね。そうですね、はい、ネズミに関する言葉とか格言ね、はい、いろいろ調べてきたんですけど、やっぱりというか、小さい、はい、そして弱い、はい、すばしっこい、はい、こそこそしている、うん、そして逃げ足が速い、ね、群れています、はい、ね、一匹で動かなくて群れているとか、はい、そういうことが中心で、あんまりプラスのイメージがないですけれども、はい、まず言葉からいきますと、まずネズミさんですね。あ、ネズミは繁殖力がすごいんで、ネズミが増えるようにどんどん増えるということで使われていますが、はいはい、資産運用の世界では複利の法則をネズミさんというような感じですよね。そしてですね、ネズミ色、グレー、灰色とも言いますね、はい、はい、ゲゲの鬼太郎のネズミ男が着ています、その服の色なんですけれども、はい、白っぽいネズミ色から黒っぽいネズミ色までいろいろあるんですけれども ね。ちなみにアールグレイというのは紅茶です、はい、次はネズミ捕りです。もともとはそのネズミを捕りますという罠を作ることをネズミ捕りって言うんですけれども、はい、家ネズミとかクマネズミがね、いろいろ荒らしますよね、はい、壁をかじったり、はい、それだったんですけれども、転じてスピード違反を取り締まるその警察官、ネズミ捕りって言いますよね、はいはい、そういうことに今はなっております。そしてネズミ講ですね、はい、つまりマルチ商法のことでございます、はい、違法行為でですね、はい、無限にその連鎖していくという意味なんだそうですけれども、あんまりいいことに使われないですね。そして電気ネズミって知ってます？分からないです。初めて見たんですけれども、はい、いわゆるポケモンのピカチュウのことだそうです。あ、それは電気ネズミだそうです。中国語で言うんでしょうかね。そう、どうなんでしょうね、はい、はい。そして、関節ネズミ聞いた初めてなんですけど、はい、人間の体の関節がネズミのようになるということなんだそうですけれども、はい、骨とか軟骨がですね、はい、使いすぎのことによって剥がれていって、その関節の中に残って、それがコロ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 動くという、はい、ネズミのようによく動くというような関節を、関節ネズミというそうですね、はい、それとよくご存知なのがネズミ花火、チュ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 ポンというね、ネズミ花火、夏になったら花火しますよね。しますね。でもネズミ花火をしたことがないです。あ、そうなんですか、はい、危ないからダメと言われました。ですよね、はい、逃げ回らないといけませんからねどこへ来るか分かりませんから気をつけてください皆さんも、はいはい、そして格言というかことわざとしましては、はい、大山鳴動しネズミ一匹、はい、大きな山が動くほど大騒ぎした割には効果がないということです、はい、たったネズミ一匹が出てきただけだということなんですけどね。まあ
先ほど調べましたらカピバラというのがネズミの種類らしいですね。そうですね。だから一番大きなネズミということで、はい、カピバラぐらいが出てきたらちょっとした成果があったかなっていうことなんですけどね。あ、うん、私が知ってるネズミはですね、はい、悪いイメージじゃなくってディズニーの映画で、はい、ミキマウス、あ、じゃなくて、あ、そっちもありますけど、はい、あの映画でですね、はい、あのレミーの、美味しいレストランだったと思います。ネズミが出てくるんですか。そうなんです。これはね、まあ、あまり上手じゃないシェフ の、 あの見習いの子がですね、本当に美味しいものが大好きのネズミくんと出会って、はいはい、そのネズミくんがそのシェフになりたての、うん、まあ、練習中の彼 の、 あのコックボート、コック帽の中に入って、で、はい、であれとこれと混ぜたらいいよっていうことを教えてくれて素晴らしいシェフになっていくっていうお話なんですが、はい、その彼はですね、はい、その感謝を忘れてしまって、はい、ネズミ君をこう追い出してしまうっていうようなことになったりとかするんですが、まあ、その時のネズミちゃんはいいネズミさんですね。いいネズミさんなんです、はい、ですごくグルメで口が超えてるんだ、はい、友達のネズミ君はですね、はい、残飯の中に入っていって悪さをしたりとかするんですが、この子はとっても秩序正しいそして味覚も優れてて、まあ、料理の腕もありまして、ね、可愛らしい一人シェフを育てちゃうわけですね。育てていくんですよね。でとっても楽しい映画なので、ぜひよかったらいいね、ネズミに対してのイメージをアップするんだったら、ね、レミーの美味しいレストラン、これはレミーの美味しいレストラン、はい、ディズニーで2007年に、ね、作られたものなんですけれども、 DVD の販売、それこそ蔦屋さんで借りてもいけるかもしれませんね。ビデオって言わないんか今DVD ですね。マルちゃんもご覧になってみていただきたいと思います。猫ばっかり言うてられないですね。ちょっとネズミちゃんの応援もしないとね。そうですね、はいはい、その他にですね、はい、袋のネズミとかありますよね、はい、これはカンガルーとかの袋のある動物のことではなくて、はい、もう逃げ場がないですよということですよね。それぐらいですね。 それから急走猫を噛む、はいね、弱いネズミもいざとなってもう追い詰められたら猫でも噛んでしまうぐらい頑張れますよ、はい、ということなんですけど、はいはい、以上でネズミのお話を終わりたいと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ジャパニーズスタイルでした。ではここでマミクッキング少しお話ししたいと思います、はい、丸山さんはですね、はい、アボカド利用されることありますか。大好きです。どんなふうに食べはります。もうそのままわさび醤油で食べることもありますし、はい、トマトと一緒に、はい、食べたりしますね、まあ、生で食べることが多いですね。そう、生で食べることが多いですね。でもこの間ね、はい、天ぷらにしました。豚肉をちょっと巻いて、はい、ちょっと脂っこいですけど、はい、カツにしました、はい、美味しかったです。森のバターを豚肉で巻く、なかなかすごいでしょ、脂っこいでしょリッチーゴッテリなんですが、まあ、今日それに近いものをですね、はい、紹介しようと思っています、はい、アボカドちょっと固いめのものを買ってください。固いめのものはやっぱりそのまま食べたくないですもんね、うん、そうですね、はい、で固いもので、はい、もし手に入ったら、はい、それを一口大ぐらいの大きさに切って、はい、そして粉をつけて、はい、粉をつけて、そしてその粉を水で溶いたものをの海苔代わりに使いまして、はいはい、そしてパン粉をつけてカラッと豚で巻かないでアボカドだけをカツにするわけですね。そうです、はい、そうしますとですね、はい、レモンをかけていただきますとまたさっぱりしますし、ケチャップつけてもなんかこうとってもね美味しいスナックになります。感触わかります。大体、はい、この間感じた、はい、中の感じだな、はい、まあ、天ぷらだと美味しいですね、はい、クリーミーでとろっとしたクリームチーズを食べてるようなそんな感じがいたします。そうですね、でもう少しアレンジをされるのであれば、はい、それにですね少し酒粕をクリーム状にしたものを表に塗って、そして粉をつけて揚げますとクリームよりさらにクリームチーズのような味になります。とっても美味しくって、まあ、先日レッスンをしたんですが大好評で、美味しいと思います、はい、何をつけていただいてもとっても美味しかったです、はい、お好きな方は二度漬け禁止のウスターソースであったりとかあとはうちの主人はですねケチャップが大好きなんでケチャップ、ね、でもっとこってりが好きな方はあれですね、マヨネーズとかつけていただいても、はい、うちの娘が喜びそうです、はい、あっさり系の方にはレモンとかポン酢醤油とか、ね、その方がレモン醤油とか、はいはい、バルサミコとかつけて食べていただくと、うん、より一層まあ、美味しいと思いますし、はい、またカフェのメニューをお家でアレンジされるときにですね、はい、カフェ風にアレンジするときにもとってもかっこいいです。切って置いていただくとグリーンも綺麗ですし、ね、そうですね、はいはい、子どもたちにママこんなのできるよっていう自慢もできるのでぜひお作りになってみてください。はい、美味しいと思います。色も本当に綺麗で、はい、はい
ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ではでは今日もお届けしてまいりました。わ、こんな時間になってしまいました。本当に30分間ね、はい、長いようで短いようでなんですけれども、はい、またお付き合いよろしくお願いしたいと思います、はい、皆さんの口コミお待ちしております、はい、宛先をもう一度言わせてください、はい、info-m@tb171.net までお寄せください、はい、どうぞよろしくお願いします。本日のお相手は丸山恵子と、はい、吉野真美でした。それではまた、さようなら。